はり主人に会って、主人がイギリス人なので、あの旅行が大好きっていうこともありましたけど、まあ私も昔から海外に出たいっていう希望もあったので、まあ、これもチャンスかなと思って日本を出たんです。両親が戦争中、母が18、父が、まあ26で、戦争経験してるので主人に会わなかったですよ、怖くて。で、あの会ってって言うと嫌だ、押し入れに隠れるなんつってね。その当時はあの公衆電話でもオペレーターを通すんですよ。その当時ね、あの郵便局、田舎はね、郵便局に行って、すいません、30ドル分お話ししたいですって言うと、はい、わかりましたっつって、じゃあ、 公衆電話の前で待っていてくださいって言われて、はいっつって公衆電話に出ますと、オペレーターから電話があるんですよ。はい、じゃあつなぎますってつなぎて、で、30ドルでね、10分ぐらいしか話せないの、昔は。で、はい、もうそろそろ終わりですよ、さよなら言ってくださいってオペレーター言うの。それで、はい、じゃあさよならって、そのさよならもちょっと長くとね、12分とかね、なっちゃうけど。主人はね、イギリス英語が一番偉いと思ってるような人ですからね、オーストラリア英語が大嫌いなんですよ、実は。それで学校にも行かせず、子供たちをですね、で通信教育をさせて、で私が下手なオーストラリア英語を喋るとすごく嫌がる人で、まあコミュニケーションっていうのは私は分かったんです。喧嘩をしても、ソーリー、I seeこのぐらい言っとけばうまくいくものだと思って、それだけを言ったら主人も呆れて喧嘩しなくなりました。次男の嫁の母親がね、嫁のおばあさんにあたる人が、日本人の捕虜だったって言われた時が、私一番辛かったですよね。やっぱり親戚となる人がやっぱり日本人を恨んでるっていうふうに言われたら、いや、この先どうやってお付き合いしたものかっていうふうに思いました。でもまあそのおばあさんもね、孫にあたる嫁にね、あんたが幸せならそれでいいよって言って、まあ亡くなったんですけれども、まあ嫁の母親ももうその私に対してのね、この恨みを解決するまでには 2,3 年かかってますね。最近になってやっと心を許してるっていうか、まあ、その彼女の気を許してもらうために、私も随分努力いたしました。